ました。金平トンネル東側。診療中と書いてある。左に行ってみましょう。
私が走っているところから見える道がありません。まだ303号までも少なくとも20メートル以上離れているかと思います。気がつきませんでしたが、どうなんでしょうか。あ、どうやらここが合流点のようです。先日やってきた通行止めのマークのあるところですね。左に行くと金井原、Hasso-touge のHasso-tunnelの西側に出ますが、そちらはゲートで封鎖されています。右に行くと揖斐川町の方に行きます。では揖斐川町の方に曲がっていきましょう。
かなり深い谷が続いています。私は先日この峠を薄暗い夕暮れ時に通過したので、ほとんど景色を見ていなかったのですが、実のところ崖下を見るとなだらかに100メートルほど下っているようです。かなり危険な道だったということが今になって実感できます。滋賀県側の路面状態は悪くありません。先日夕方に走った時も岐阜県側では一部路盤の損失などの非常に危険なところがありましたが、滋賀県側は路面が比較的きれいな状態が保たれているんです。
素晴らしい眺望が開けています。たどり着きました。では岐阜県側に入ります。昨夜の雨が路面をまだ濡らしています。少し水が流れているところがありますね。先日大きな落石はなかったのですが、今回は大丈夫でしょうか。ガードレールは支柱から外れています。注意しながらゆっくり走ることになります。大きな列車が路面ギリギリになっています。今プチプチという音がしたので何度も見逃していただきます。先日に比べてやや落石が増えているように思います。
先日闇の中を改装していてうっかり踏み抜きそうになった路肩の崩落箇所です。箇所に向かって水が流れ込んでいます。路面はかなり水が流れていますのでちょっと滑ります。なんとか無事通過できました。この箇所の崩落が非常に危険でここがダメになると、おそらく303の旧道は通過が不可能になるかと思います。慎重に走ること、それが大事と思われます。先ほどの箇所の
ですが、ゴツンと落ちているところは少ないんですが、上からだとどのぐらい路盤がなくなっているのかも分かりにくいので、なるべく崖側には寄らない方がいいと思います。広くなりますが、また狭くなります。
金井原から発送トンネルに向けて湯川町に向ける信号は配送すればおよそ3分程度で着いてしまう道なんですが、日の浦林道に入り、ここまですでに20分以上経過しています。今ナビに振動が見えてきました。ここは入り側の入り口になります。以上、ワルニャンでした。303号線との右側側の分岐点になります。左折すると発送トンネル。先ほどの